美容とかやってます？やってるよ、めっちゃやってるよ。やってる？トロクミ取りとか、リンパマッサージとか。ストレスをためないようにゲームはしてる。はい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 、私体にバター塗ってる。それ塗るやつじゃなかった？塗るやつだよ。いや食べてたらなんかどんどんあれ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 って、あこれボディバターやんって言って。違う違う、バター違う、バター違う。本当本当本当。まあでもそういう美容法で私もやってるよ。本当に、うん、まあ、実はですね、私特技がマッサージです。あの大塚接骨院って呼ばれるぐらいちょっと人気です。なんでそれをみんなにやりたいなと、うん、やってやって思いまして、まずはアンダム流美容マッサージ行ってみよう。これは何の施術ですか？目を大きくしたいと。どうしよう。手をね大きくするにはね、ここですね、はい、ここの眉下ぐらいかなとか眉毛らへんをこう押すんですよ。結構痛いんだよね。痛くねえ。10秒。痛い、鼻血出て。痛いよね。やばい、涙出てくる。そう、涙出てくる。痛い、これマジ痛い。これ本当に痛い。やばい。眉ですね、眉の下とからへんをグーッと押すんです。あ、痛かった、涙出てきたもん。あー、本当だ、涙出てる。痛い。でもね、目すっきりするんですけど、ちょっと気持ちすっきりしない？するかも。うん、そう、スーッてするの。だから目、ね、疲れたなと思ったら、うん、ここですね、このこうちょっとへこんでるところの、あ、痛い、ところをこう、グッて。あー、もうダメ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 。上に押すの？まっすぐ。うん、こういう感じで。でもなんか目とか使う仕事をされてる方はいいかもしれない。そうそうそう、めっちゃ目すっきりするし、口角がね、ベロはどこにやったんですか？うまいことやっていただいて。どうぞ。こいたくない。ここむさちゃん顔がここにね、押したら硬いんだよ。痛い。こうね、うーん、すごい痛いね。ここら辺にね、リンパがあるんですよ。でここちょっとグリグリして。痛いね。すっきりしてきたもん。ごめん、笑ったらあかんと思ってんねん。笑ったらあかんとは思ってる。もうこれもね、こうごめんなさい。あとここがあの顔のツボでして、ちょっとほっぺを、ここちょっと出っ張ってるじゃないですか。うんうん、ね、ここに押すとツボがあるんで、あの引き締め効果がねあるんで、よかったら食べてみてください。痛い。みゆちゃん笑いすぎやから。みゆちゃん。泣いちゃったけど、すっきりしてるっぽいかも。え、でも 目の大きさも違う気がする。鼻高くなったんじゃない、気持ちね。本当に？なってなくね？ここら辺をね、めっちゃ全く痛くないんで、やばい、していただいて。やっていただくと。でもすっきりしてる。本当？うん。じゃあ足もやるね。